ございます。今日はこたつという2年生の課題について、こだけちょっと書いてみますね。筆使いよく見ていてください。ちょっとカメラに筆がぶつかりやすいので少し動きがね、なんかおかしくなってしまうんですけど、こっからこういう風に出るような感じ、先がね、穂先がこういう風に出るような感じがして、ここから受けます。受けといてこちらに来るに従ってだんだん太くなるように。そう、この細いところ、この跳ねるところはあまり一生懸命跳ねようなんて思わずに、こちらがね少し空いてますよね。この空きが出るようにするには、一度お尻を上げておいて穂先だけで跳ねるというところです。この部分がしっかりできると、この今回高評価だと思います。こちらと、あと受けるところはしっかりと受けるんですけど、まず優しくから入りますが、ここからあまり出ないようにしましょう。ここはオーバーしてしまうとちょっと形も崩れますので、ここはこの下あたりに来るように設定しながら、この辺からね、もうね、こう受けようとする感じを持ってくること。それからこちらは少し上よりも長くても構いません。ちょっと出るぐらいな感じ。ただね、幅のこの半身の幅のここがねあるので、ちょっとあまり出ないと思うんですけど、気持ち出るようなイメージでやっていきましょう。そしてこうっていう字が大きく書くコツとしては、やっぱここが広くなるっていうところなので、丸いボールでもこう入れてるような感じでこうね来てくれるといいと思います。でこちらと似てるのがまた他なんですけど、他の動画はまたね機会がありましたら撮りたいと思います。